はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、皆さん、ファラオの審判というこのクソカードご存知でしょうか。このイラストからはね、読み取れないね、クソ効果してるんだよね、このカードって。これどういう効果かっていうと、これ結構やばいこと書いてあるんだけど、ライフポイントを半分払ってどっちかの効果適用できますと。上の効果は友情、自分の墓地に友情がある場合、友情ってのはこれですね、はい、これが存在している場合なんだけど、これがある場合、このターン中相手フィールドのモンスターの効果が無効化されて、相手はモンスターを召喚、反転召喚、特殊召喚セットできなくて、モンスターの効果発動できず無効化される。書いてることやば。要はモンスター使えねえし出せねえってことなんだよね。ほんで下の効果、下は自分の墓地に結束ユニティっていう、カード、どれだ、これだ、これがある場合、これがある場合、相手は相手フィールド上の魔法トラップカードの効果が無効化されて、相手は魔法トラップカード発動できないし、セットできないし、魔法トラップカードの効果が発動できないし、無効化される。まあ、要は魔法トラップ一切使えないですよね。はい。で、これ、ロールバックっていう最強カードが、あると、一回、ファラオの審判発動した後に、ロールバックでコピーして、もう一回ファラオの審判の効果コピーしてっていうことができるんで、一応、両方とも適用できるんですよ。両方とも適用できると、何が起きるかっていうと、相手はモンスターを出せないし、魔法トラップも一切つかないし出せないみたいな、本当世界の終わりみたいな場面でいいんですよね。これを今日はやっていくっていうコンボです。で、まあ、これ墓地肥やせば結構いけるんですよ。ライトロードっていうね、ギミックが今回診断で強化されておりまして、これ使えばなんかクソ適当にいっぱい墓地壊したらこのコンボできるんで、ちょっとこれをね、皆さんにお見合いしていきたいなと、はい、いうふうに思います。早速ね、お友達との友情と、まあ、お友達との結束力、これをね、爆破していきたいと思います。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。いきなり結束ユニティ生きてるのは悪くないぞ。いいぞ、相手との友情を楽しんでいこう。さあ、光の円君の効果を発動するぜ。光の円君の効果によって、なんかあるね。光の円君の効果によってライトロードモンスターを手札に加えたいんだけど、なんかあります。あ、とりあえずこれはそう通る。なんだろうな、これうららかな。ちょっと G だけマジやめてほしいんだけど、ドラゴンライトロードさん持ってきまして、で、ウォルフ君出しまして、ほい。で、ドラグオライトロード、これ多分 G じゃねえな、これ裏だな、これ多分これ裏だ。で、ドラグオライトロード効果発動、ライトロード落としたい、裏だね。あ、ここ打ってくれるんだ。あ、ここ打ってくれるんだ。へえ。結構序盤に打たれると割と貫通しやすいんですけど、ドラグオライトロードさんの効果は通りませんでしたので、まあ、とりあえずミネルヴァ出しに行きまして、ミネルヴァさんをここに出しまして、でミネルヴァの効果で起動していきましょう。あ、俺かミネルヴァあれなんだよね、謎のロイヤル加工なんだよね。でビースト効果、シェイ効果強いね。ああ、でドラゴンライトの効果、これで、融合の片割れ持ってきて、はい、これこうして、でさらにシェイレーンで融合で、次の、制限改定で禁止なんじゃないかと言われている最強モンスターを融合。マジで今回の DC も結構活躍してたみたいですけどね。まあ、ティアラメンツでめちゃくちゃ上行ってたって人あんまり聞いてないんだけど、まあ、ユベルとか、なんかエンゴーとか、まあ、いつも通りの強いデッキ活躍してたっていう話を聞いていて、ティアラメンツがゴリゴリになんか席巻してたっていうのはあんま聞いてないんだけど、ただ 60GS がマジで強かったっていう、っていうか芝刈りがめっちゃ強かったっていう話を聞いている。はい、で一旦ライトロードアテナミネルヴァさん出しに行く。ほい。でアテナミネルヴァさんの効果発動、浸透スターにしたライトロードの数まで、デッキからライトロードを墓地送ることができる。これはまあ結構アンデミーな、デーモンとフェリスさんがしようか。はい、でフェリス効果特殊召喚されて、デーモン効果から出てくる、これはチューナーじゃないやつの方がいいかな。どっちでもいいな。さあ、これでですね、これ出しまして、ほい、でこれ出しまして、ほい、でさらにアムリターラ出し行って、ほい、効果このアルティメットテンプレムーブも見飽きたっていう方はぜひ飛ばしてくださいね。
あのこのテンプレームーブはもう見飽きましたという方はぜひね、あの飛ばしてください、あの展開を。で、ティアラメンツキトガラスの効果を起動して、はい、で、シェイ、クシャ、ティーガクシャ出して、で、5、3、3、10、11はやばいだろ。11枚もちくわしはちょっといかれてるけどね、普通に。キトカロス禁止になったらマジやばくない？ティアラメンツ。結構デッキストップするよな。まあ、OCG はそういう感じで、なんかストップしてた感じはあるけども。なんか変、なんかね、よくわかんない。なんか沼地のマシーンとかめっちゃ入れて、なんか強引にシンクロ召喚していったりなんかね、してると思う。まあ、向こうでもあれだよね。一応あれだよね。あの、メイルが生きてるから、なんかマスターデュエルはなんかキトカロス生きててメイルが死んでんだよ。まあ、キトカロスがね。メイルーをなんか生贄に捧げていけることって言われてんだけど、墓地に送るのはもうこれでいいか。はい。で、回復しての効果発動する。ルルカロス一応出す。なんか盤面埋まったな。盤面埋まりすぎじゃねこれ。で、ルール出すでしょ。で、まあ一応これ発動しなくても別にいいか。でだ。これどうしたいのこれ。一旦ジアンで強いのか。いや、バリケードベルクいかないとあれか。これ邪魔かこれ。ジアンデッドするか。ジアンデッドして、ちょ、なんかすげえ、なんか場面埋まっちゃった。一旦デストルドを出しに行ってバロネス出す余裕あんのかな。ちょっとなんかこれさ、最終的に何がしたいかっていうとさ、あの本当友情破壊コンボしただけだからさ、別になんか盤面作る必要あんまないんだよね。本当になんか相手なんもできないのよ基本的に。いや、友情破壊コンボするから。あんまり制圧する意味もあんまないんだよ。一応これでジアンデッドバンパイアするだろう。で、ジアンデッドバンパイアして、で、ミデルバ落としに行きまして、で、モンスター特殊化します。なんか謎にフォルスができたな。シェイレーン出すか。シェイ出し。はい。で、レベル4モンスター2体でオーバーレイ。デュガーレス。これさ、なんかあんま持ち壊し進んでねえな。ちょっと待ってね。時知らずのデュガレス効果、2枚ドロー1枚捨て、ほいほい、ああ悪くないね。で、トリッククラウン送る。トリッククラウンの効果発動して出てくる。はい、ほいほい。で、白雪出しに行って、ちょっとなんか盤面うまいこといかんかったな、謎に。もうちょっとなんか回るんだけど、普段はなんかわかんないけど、まあ、とりあえず一回ちょっとドミニオンキュリオス出しに行きますね。ドミニオンキュリオス出しに行きまして、ちょっと確定で押さないといけないカードがあるので、ドミニオンキュリオス出しに行きまして、クソ強引だなこのドミニオンキュリオスの出し方。で、ロルバー落とすでしょ。ほんで、ライトロードドミニオンキュリオスさんの効果発動して、さらにライトロードビーソウルさん出てくる。はいはい。で、まず結束ユニティ打って、なんか守備力がなんか上がって、はい、ほんで一旦ですね、リンク先作んなきゃいけないから、バリケードベルク出しって、てかさ、これバロネスの位置ゴミすぎてさ、これバロネスの位置ゴミすぎて全然無理かもしれんな。こうして、はい、こうして、でさらにこうして、これ出しに行く。はい、でこれはまあコストは結構どうでもいいので適当に除外して、はいはいはい。まあ、時間がないのはいつも通りなんで、平常運転でいきます。で、ここと、ここで、これあれか、左側に出していけたか。それでもルルカロス、そうにしなきゃいけないじゃん。なんかちょっと、回し方、下手くそだったけど許して。で、これ回収するでしょ。はい。で、セット。で、まあ、一応ワンドロー入れろ、ようか。はい。で、セットして、で、これでエンドする。で、これ何が起きるかっていう話なんですけど、相手のドローフェンスにぶち込みますね。まず、一発目に友情破壊コンボするでしょ。で、これちょっと一回さ、モンスター出さないで。モンスター召喚判定書か読書かセットしないで。で、ルローバー効果。で、
後ろの効果使って、ちょっと魔法トラップカード使わないし、セットしないで。はい、モンスター召喚判定書か特殊かセットできません。魔法トラップカード使えません。魔法トラップカードセットいきません。はい、対戦よろしくお願いします。あざした。マジで壁打ちだなこれ。壁とやってろ、壁とやってろデッキ選手権があったらまあまあ上位に行きそうな俺。壁とやってるデッキ選手権多分第1位はおそらくザワールドだと思うんですよね。さすがにターンスキップっていうカスみたいなギミックが存在してる時点でまあザワールドだと思うんですけど、これも実質ターンスキップみたいなもんじゃないですか。やってることがそのまあ、モンスターをさ出せずに発動できなくて無効化される、かつ魔法トラップ発動できずセットできず無効化されるってさ、もうじゃあ何すんのみたいな話やん。これ遊戯王ってそういうゲームだから、その魔法トラップ発動して、まあ、モンスターが使ってなんとかするっていうゲームだから、それができなかったら何すんのっていう、なんか鼻が掃除るっていうんですかみたいな話じゃないですか。本当にこれはまあ言うてね、なんかターンスキップみたいなもんだわ。つまりだからやってることはザワールドと一緒。なんかさザワールドとかさ、このパラオの審判みたいなカード多分結構やっぱ嫌いな人が多いと思うんですけど、基本的には遊戯王って対話するゲームだからさ、対話するゲームなのか知らないけど一般的にはね、ね、俺は好きなんだよね。俺は好きなんだよね。これは人それぞれだと思うんだけどさ、やっぱね基本的にそのまあ相手これぶん回されるから、まあ多分俺負けんだけど、これ一応まあやるけど、基本的に遊戯王マスターデュエルの、まあ、利点だと思っていることがあって、やっぱ相手の顔が見えないんですよ。これってさ OCG とかさ対面でやってるゲームでさ、これやってきたらさすがにさ多分ぶん殴るじゃん、相手の顔面、目の前に座ってるやつの顔面ね、ぶん殴るじゃん絶対。ファラの審判とか言われたらけどさ、これさマスターディエルってさ相手の顔面見えねえし、相手が何してるやつで相手がどんなやつかとか全く消しなくていいから、全く消しなくていいんだよ。マジ知らない、その対面が誰かは知らない一切、ま、壁と一緒だ、つまり。つまり相手は壁だから、だからこういうデッキを気兼ねなく回せんだよね。ゴミみたいなデッキを、ゴミ以下のデッキをね、うんこみたいなデッキを、これがね遊戯王マスターデュエルのいいところだね。マジで OCG と一番違うところだそれ、相手の顔が見えない。クソデッキ作りたい方だみたいな、まあ、クソデッキを作っていることを正当化しようとしている人間の言い分ってこれです。はい、まあ、とりあえずちょっと展開長すぎるんですけど、これなんとかなりません、ライトロードさん。まあ俺もライトロードの展開閲覧してもらってるから、相手の展開も一応閲覧するわ。やばいカード落ちてんだよこれ。リターンオブリターンゴブアンデッドはやばい。ちょっとこれあれですか、もしかしてこれネクロフェイス墓地で戻そうとしません？ネクロフェイスが除外されると、ちなみにお互いのデッキトップの 上から5枚をね、ゲームから除外するという効果がありまして、でリターンオブアンデッド何かっていうと、除外されているアンデッド族モンスターをデッキに戻すっていうのが意味がないのがおかしいですけど、これで何が多分したいかっていうと、ネクロフェイスがこれデッキに戻るんですね。でネクロフェイスの効果で謎にネクロフェイスが除外されて、やばいね、あーやばいね、やばいね。やばいね。おおジエンドスピリッツはやべえぞ。ちょっとくれ、あいつはね破壊されるとなんかその除外されてる闇属性モンスターなんか墓地に戻すみたいな効果なんだけど、ネクロフェイスを墓地に戻されると何が起きるかっていうと、ネクロフェイスがまた発動されるんだよ。やばい、これもしかして俺死んだ。やばいね。あーもう俺のデッキないんだけど、俺のデッキないんだけど大丈夫。なんか光の援軍とかでさ、墓地に落とそうと思ってたカード全部除外されてマジ。ニャンニャンも入ったのね。ニャンニャンもちなみに除外されてるカードデッキに戻っていくことなんだけど、これでネクロフェイスのことでネクロフェイスがまた除外したんだよね。でそうすると僕のデッキ残りで8万ですから大丈夫ですかね。先生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 やめて、僕のデッキも残り3枚やろ、助けてセレーヌ、やばい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 、ちょあかんってダメだって、だからネクロフェイスとかも禁止にしとけよ、なんだよこいつ、
これね、1回でなんかね流行ったんだよ。なんかティアラメンツが実装した時になんかネクロフェイスできたかみたいなさ、払ってさ、なんかさ純正限になったんだ。一応純正限でもさ、ぼっち肥やし能力高くしちゃったらさ回るじゃん。コナミ君わかるじゃん、それはわかるじゃん。ティアラメンツの時にヤバくて純正限になってもさ、結局ライトロード実装したら2枚で回っちゃうんだよ。当たり前じゃん、そんなの。ちょっと考えればわかるじゃん。助けて、え、はどういうこと、え、マジ